にわかにね、緊迫感もあってしきましたけど、戦争起こるんですかね。どうなんですか、起こると思います。まあ、やっぱり海を、ね、隔ててるっていうのは一つちょっと起こりづらい状況だったりするのかなと思うんですけど、どうなんでしょうかそこは。うん、まあ、ウクライナのロシアはね、やっぱり地続きという部分があってましたけど、でもそもそも、うん、なんで今回こんなことになったんだというのが、うんうんうん、この疑問としてあるわけ。このタイミングでなぜ行くのかと。アメリカはペロシが言ってるのは確かに民主主義を応援するという意味では正論かもしれないけど、はき乱してるだけじゃねえかあんたみたいなところがあるなるほど、なるほど、どうですかそこは。いや、やっぱりにわかに緊迫感増しましたよね。まあね、うん、だからまあそれをかき乱してるってもちろん言うこともできますよね。だってもうよく聞いたら両方とも原則は変えないって言ってるわけじゃないですか、うんうん、アメリカも別に一つの中国っていう原則は変えないし、うん、中国も怒ってるけどよく見たら正しい決断をすることが両国の発展に貢献するんだと、うんうんうん、っていうことはどっかでプロレスをしなきゃいけないっていうお互い思ってるわけです。お互い弱腰と見られちゃいかんっていうところがあって、うんうんうん、中国ってやっぱメンツを重んずる国だから、うんうん、このちょっと前にバイデンと習近平が電話会談したわけでしょ、うんうん、でそこでお前やめとけよって話した直後に行くと、うんうん、それやっぱり最高指導者の権威っていうものを考えるとあれなんだろうけど、タイミング的にそれ起こるわなっていうところですよね。ただ怒ってじゃあ本当に戦争をして中国が渡航するのかというと、うん、しないんじゃないかと思うんだけど。なるほど、挑発をしてると。アメリカも挑発するけど、うん、アメリカも戦争する余裕はありますか今。まあ確かにね、ないですよね。こんなウクライナで大変になって戦費をバンバン使ってる時にですよ。ということはさっき言った問題に行くんだけど、うんうん、ばあちゃん何しに来たんや、何しに来たんやとペロシさんそこはちょっとやっぱあるんですね。落としどころが見えない形で行ったと、うん、まあなんかほら、うん、日本の台湾大好き中国ぶっ殺せ派の人たちはなんかこうウェルカムとか言うかもしれないけど、うんうん、あのおばちゃんが何かしてくれるわけでもないしね。確かにね、うん、だからこう拡散要因ではありますよね。なるほど、うん、もともとあのおばちゃん自体は天安門事件の時にドラーデの学生を支持するデモを天安門でやって、うんうん、まあ、彼女の一つのアイデンティティであると思うんだけど、うんうん、でもともと来ようと思ってたけど、ね、春に、うん、彼女がコロナになっちゃったわけでしょ、うんうん、でもやっぱり行きたいと、うん、で今回ほら行くって話を、うん、まずほらメディアに流したじゃないですか、はいはい、フィナンシャルタイムス、うん、これ流れたってことは誰か止めようと思ったと思う。流すことによって公式発表の前に出てるわけですね、うん、でもそうすると今度は向こう側が流した後に行かなくなると、うん、あの中国に配慮したって形に見られてしまうんじゃないかってことで、今度はチキンゲームになってきちゃってるんですよ。なるほど、じゃあ行かざるを得ない。これ外交の流れとしては結構あんまり良くない流れだったんじゃないかなって思いますよね。じゃあ水面下での動きがちゃんとできてなかった。そうですね、で、うん、で行かなきゃまずいようなどうしようかなっていう時にこう押すな押すなっていきなり押されたような感じがちょっとところがあるわけですよね。まあ、中国だって怒らざるを得ないでしょ。まあそうですよね、ここまで来たら、うんうんうん、アメリカはうまいと思いますよ。前回、うん、1997年、うん、やっぱり下院議長が言ってるわけで、うん、その時誰だったか覚えてます？誰でしたっけ。やっぱり下院議長の時共和党なんですよね、うん、だから今回アメリカにしても過去に例があるっていうわけじゃないですか、うんうん、共和党も言ってるだろみたいな。で国内的にはこうなんとなく批判をこうね、うんうん、別に俺ら変なことやってるわけじゃないよって、うんうんうん、しかもあれペロシさんが言ってること、うんうんうん、大統領って議会ってやっぱりちょっと緊張関係があるわけじゃないですか、うんうんうん、これをやめさせろっていうわけにもいかないし、うんうんうん、だそこら辺見ていくとね、で97年の時は中国怒ってないんだよねそんなに。あ、そうなんですね、うん、でもあの頃のアメリカと中国の軍事力の軍事費の差って20倍あったわけだから、あ、当時は97年怖かったでしょうね。で今でも4倍あるわけですよ。でもだいぶ縮んできた。縮んできた中でやっぱりほっとくとまずいから、うんうん、ガーって展開するだろうけど、うんうん、女格論するのはなんとなく見てるとあれ、キリスト教の伝道の人が、あの、うん、アフリカの奥地に行って、うん、逆にその辺の和平が乱れてしまうような、ちょっと俺、絵を思い出してしまうような、確かに民主主義の価値は大事かもしれないけど、あなた一体何をもたらして帰ったのみたいな感じ。なるほどね。どうなんですか、やっぱりその中国、台湾で戦争なりが起こる可能性ってのはどれぐらいあるんですか。中国から見るともちろん、台湾は一つの領土であるし、一つの中国原則っていうのはアメリカも日本もそうなんだけど、だから台湾がもし本気で独立とかいうことを言い出したら、ある程度の暴力的な行為はあるかもしれないけど、それは
戦争じゃないよね、うん、厳密に言うと、うん、一つの中国原則を持ってる人から見たら、うん、内戦だよね。あ、まあ、中国の中の内戦という扱いになると。そう、ただ状況が変わってくるのは、うん、アメリカも台湾有事が起きた時は、うん、これは軍事的な会議をするのは明白だっていうし、うん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 、じゃあ日本のあの周辺地帯法どうなるんだって問題も出てくるから、昔よりはちょっとビビッドな問題かもしれないけど、うんうんうん、当然中国はそんなこと分かってるし、うん、中国だって景気が悪いのに戦争って確実に景気下がるじゃない、うんうん、株価は下がったりするようなことをするかなっていう気持ちはありますね。なるほど。日本としてはどういう立ち振る舞いが一番望ましいんですか。もうおばちゃんやめといてって明日言うと、もう行くのやめてくれと肩でも揉んであげてですよ。82歳ですからね。82歳で お土産でもあげてぐらいのことがいいんじゃないのかな。なるほど。あんまりこれ今回誰もプラスになってない気がまあ確かにねしますけど、どうですか。本当危機がなんか顕在化されただけみたいな感じですよね。習近平だって自分のプライドがあるでしょ、うんうん、まあそうですね。習近平どう思います。習近平どう思うか、ちょっと会ったことないんでね、ちょっとなんか一ノ城に似てないですか。一ノ城似てますね、ちょっとね、あの体つきとか。一ノ城も優勝したし、はいはいはい、習近平も俺も3期目と思ってる中にね、こんなペロシが来ちゃうとって今全然関係ないですけど、あんまりそんなね長続きしないですよこれ。あ、このギクシャクが、うん、だってもうお互い長続きしたくないでしょ。秋には共産党大会あるし、うん、じゃあペロシとかアメリカ側も中国も落としとかないまま問題だけがガタガタになってまた収束していくっていうことが可能性戦争になると思います。まあ、厳しいですよね、やるのはね、この段階。いや、ウクライナ見てたらあんな風になりたいと誰も思わないじゃないですか。そうですよね。ボコボコになんか飛んでくるんですよ。そうですよね。台湾軍だって、実は自分から撃たないって原則あるわけです。あ、そうなんですか。戦争。だから向こう撃ってきたらそうだけど、うん、それはやっぱりみんなリアルですよ、あんなの。やっぱり間近に見てる人たちは。僕はないと思うし、うんうん、まあ、どっか の、 あの雑誌は騒ぐかもしれないけど、うん、じゃあペロシさんご迷惑だったということなんですね。ペロシまあレガシーのねお付き合いさということなのかな。なるほど。天安門事件のあれまでとどっかの雑誌ってどこですか。いやまあね、なんかこう安倍さんの特集してそうな雑誌とかねKY の行動だったんじゃないかってことですね、ペロシさんの。だからね、台湾でもリアルだと思います。台湾でもそんなみんな、うん、ウェルカムってわけでもないと思うんだけどね。まあ、でもハレーションは想像つきますもん ね、 どうなるかね。そうですよ、それは、うん、で迎えないわけにいかないですしね。本気で中国が起こったら来る前になんかもっと行動を起こしてると思いますけどね。なるほど。